愛媛では5月24日に香川から更新を引き継ぎました。先週の香川の福井さんの報告を聞いていますと、香川では歩くことを書くことに変えて一言メッセージとかスタンディングとか、なかなか魅力的な2週間を送ったようなので、愛媛の報告はちょっとしづらいところなんですが頑張ります。今日29日は引き継いで5日目ということで、ちょうど愛媛の真ん中あたり、砥部町とか東温市を更新しています。今年は新型コロナのこともあって実行委員会さえ開きにくくて、一時は更新中止も検討したんですが、まあ、そんなわけにはいかない。今年は戦後75年、被爆75年ということもあり、地理的にも広島に近い愛媛では被爆者の方が500人以上おられますし、工夫しながらできることをやっていこうということになりました。集まって集会したり歩いたりということはやめたんですけれども、県内全自治体の訪問と宣伝カーを走らせてのアピールはできるのではないかということで、そんな感じで始まった更新でした。自治体訪問に関してはコロナの不安から最初は躊躇する気持ちもあり、当初受け入れをためらう自治体もあったんですが、感染状況も落ち着きを見せ始め、25日に訪問した四国中央市新居浜市ではそれほど心配することなく心よく迎えていただきました。四国中央市の総務部長さんからは、たゆまぬ活動に敬意を表します、被爆75年、忘れてはいけないこと、命や安全を守ることは行政の最優先課題であり、平和行政を推進していきたいとの挨拶をいただき、平和首長会議で核兵器禁止条約への批准を働きかけたいと言っていただきました。また毎年3会場で原爆パネル展を開催している新居浜市では、市民環境部長さんから1958年からの長年の運動に敬意を表します、平和で豊かな日々は先人の労苦によるもの、平和の実現や戦争の惨禍を繰り返さないために若い人に戦争の悲惨さを伝え、平和の尊さを伝えていきたい、平和更新の成功を記念します、温かい歓迎の言葉をいただきました。までに124体ありました。愛媛では竿の先にくくりで、まといのよ更新しているんですけれども、自治体からもペナントに賛同募金、賛同がいただけますので、この房がもっと増えて150本以上まといにくくりつけられて、ふさふさになって更新ということになります。また愛媛ではこのような平和更新パンフを作っているのですが、1988年から30年以上欠かさず毎年発行していまして、このように今映っているように表紙がカラーの紙なのでとてもカラフルです。参加者や市長、町長、議会議長さんなどにもお配りしています。中には何を載せているのかというと、前の年の平和行進の写真や被爆者署名の進捗、議会で採択された意見書の文面、自治体の平和行政の進み具合や地域の平和行事など載せています。平和に関するいろいろなことがこれ一冊でわかる資料として大変喜ばれています。また32年前から一貫して中にはページを取ってるんですが、自治体の取り組みの進み具合をこういう星取り表のような形にしてできていたら丸印をつけてというふうなことをずっと毎年やっております。で、今年なんですけれども、今年は印刷屋さんに出して製本というのではなくて、このように自前でカラー印刷にしてみました。ページは少し減ったんですけど安く仕上がりましたし、綺麗にできてこれもいいねと好評を得ています。表紙に載せている QR コードに、QR コードで簡単にブログや Facebook にアクセスしてもらいます。担当者が毎日頑張って書いています。それとですね、愛媛、高知、徳島では昨年あたりから米軍機の飛行訓練がとても多くなっていて、
いわゆるオレンジルートだけでなく、広範囲に遠慮なく飛び回り、低空飛行も頻繁になってきています。昨日は松山からも近い山あいの熊高原町というところを平和行進で行きましたけれども、地元の方も参加していただいて、もうものすごい音でビニールハウスの真上を飛んだ真っ黒い機体で、そこからその戦闘機の黒いお腹が見えた、もう落ちるかと思って怖かったというような話も出ました。2月には愛媛県から国に対して飛行を中止するよう申し入れてほしいという要請書が出されていまして、今映っているのがその要請書なんですが、それを要請書をパンフの中にも載せて県の要請の時にもお見せしました。それから更新中やその後に地域からたくさん折り鶴が寄せられるんですが、毎年8月6日か9日に千羽鶴を海外へ送る集いというのを開いて、被爆者の方の体験をお聞きし、みんなで箱詰め作業をして、だいたい3カ国3団体へ平和の使者として送り届けています。30年以上続いている運動で、これまでに31カ国88団体へ478万8千羽を送りました。毎年約15万羽が集まり、いつもローカルニュースにも取り上げられています。昨年広島での平和体験を、被爆体験を話してくださった田中秀子さん、ここにも映っている方ですけれど、折り鶴とか折り紙の愛好家というか、折り紙教室もなさるほどの腕前で、今年 NPT ニューヨーク行動に参加されることになっていたんですが、現地参加がなくなり大変残念です。愛媛では他県でしているようなスタンディングを計画しなかったんですけど、6月6日には愛媛原水協主催の核兵器廃絶6の日宣伝がありますので、そこに合流して商店街での署名の呼びかけをしたいねと話し合っています。この写真は以前のものですが、今年もこんな感じでやってみたいと思っています。愛媛からの報告は以上です。ありがとうございました。